にちは、タコちゃんズのタコミです。本日は泳がせ釣りの中でも胴突き仕掛けについてご紹介していきたいと思います。泳がせ釣りの胴突き仕掛けについて詳しくご説明していく前に、簡単ですが泳がせの仕掛けにはどんなものがあるのかというところからご紹介していきたいと思います。泳がせ釣りの仕掛けには大きく4種類あります。最も基本となる胴突き仕掛け、浮き仕掛け、エレベーター仕掛け、フリー仕掛けといった4種類があります。本日ご紹介するのがこちら胴突き仕掛けになります。泳がせ釣りの仕掛けの中では最も基本的な仕掛けではないかなと思います。下に重りがあって途中からハリスが出て餌をつけるという形ですね。こちらの浮き仕掛け、エレベーター仕掛け、フリー仕掛けにつきましては過去の動画で作り方や特徴などご説明していますので、そちらをご参考にください。それでは前置きが長くなってしまいましたが、胴突き仕掛けについてご紹介していきます。こちらが胴突き仕掛けについて模式的に示した図になります。まずはタックルから簡単にご紹介していきます。使用するリールですが、中型から大型のスピニングリールが適しています。だいたい3000番台から5000番台ぐらいでしょうか。結構泳がせ釣りですと大物がかかることも珍しくないので、少しパワーのあるリールを使われると良いのかなと思います。3は一般的に使われるのは磯竿かなと思います。ただタコちゃんズでは磯竿の他にジギングロッドなんかも使ったりしますね。特に専用竿を用意する必要はないので、ご自分の持ってる竿の中である程度パワーがあってかつ長さがあるものであれば対応できるかなと思います。仕掛けの全長よりも長いものですと扱いやすくていいんじゃないかなと思います。続きまして仕掛けについてご紹介していきます。こちら胴突き仕掛けはすごく簡単な仕掛けでして、の先に結んだフルロカーボンのリーダーの先に三つ股サルカンと呼ばれるこんな部品がきます。こちらは名前の通り三つ股のサルカンで、真ん中のサルカンがくるくる回転するようになっています。サルカンの下が重りですね。重りを結ぶ糸はステイトと呼ばれていて、ハリスの糸よりも少し弱めの糸を使います。寝かかった時なんかは重りを捨てて仕掛け部分だけが回収できるように、リーダーとハリスよりも少し弱いものを使います。ハリスがフロロカーボンの6号から8号ぐらいだとすると、ステイトは3から5号ぐらいでしょうか。これはリーダーの太さとハリスの太さに合わせてそれよりも少し弱いものを使ってください。だいたい 1.5 メートルくらいステイトを結んで、その下に重りがきます。重りについては使用する竿が対応している重さを選んでください。あまりにも軽いものにしてしまうと餌が重りを引きずってどんどん泳いでしまって根がかりするリスクが高まってしまいます。餌が泳げる方が広い範囲を探れるんですけれども、後でご説明するんですけれども、こちらの仕掛けはすごく根がかりが多い仕掛けになりますので、まあ、ある程度重りがあって一箇所に仕掛け全体がとどまるようなものがいいかなと思います。ハリスにつきましては、だいたいフロロカーボンの6号から8号くらいで1メートルくらい先に針がきます。その針にアジやまたイワシなどをつけていきます。こちらの針なんですけれども、針についてはお好みで選んでもらってもいいかなと思うんですけれども、伊勢山針ですとかチヌ針、ムツ針、青物針、ヒラマサ用とかワラサ用とか、そういった針を使われる方もいますね。ムツ針ですと眠り針になっているので根がかりが少ない分かけるような針ではないので、獲物が餌を飲み込むまで待って合わせるといった形になります。根がかりが多い場所なんかはムツ針使うと根がかりが減るのかなと思います。特にこだわりがなければ伊勢山針なんかが一番使いやすいのかなと思っています。大きさは狙う魚種にもよるんですけれども、あとは針の種類にもよるんですけれども、大きめの針を使用します。泳がせ釣りはどんな魚が食ってくるかわからないところがあるので、少し強めの仕掛けにしておくと安心かなと思います。以上が胴突き仕掛けの説明になります。それでは簡単に仕掛けを組んでみたいと思います。まず材料です。ハリスに使うだいたい6号から8号くらいのフロロカーボン、あとはお好みの針ですね。どんな針を使ってもいいんですけれども、缶付きになっているものがおすすめです。今回はちょっと針大きいんですけれども、こちらの缶付きムツ針を使って仕掛けを作ってみたいと思います。そして三つ股サルカンです。ステイト用のフロロカーボン、今回は4号を使っていきます。重りと糸と重りを結ぶためのスナップです。それでは仕掛け作っていきたいと思います。まずはじめに三つ股サルカンのくるくる回る方にハリスをつけていきます。ハリスはフロロカーボンですね。小物釣りの仕掛けと違って予想していた以上の大物がかかることもある釣りですので、かな
なり仕掛けの強度は気を使って作ってもらえるといいかなと思います。今これ仕掛けの説明なんで簡単に結んでしまうんですけれども、実際に使う仕掛けを作る場合は糸の締め込みの際に湿らせて摩擦による糸のダメージをなくしてから締め込むようにしてください。今回は簡単に結んでしまいます。そうしましたら、だいたい1メートルくらいのところで糸を切ります。この糸の先に先ほど選んだ針を結んでいきます。私はいつも針は外掛け結びで結んでいます。針が結べました。そうしましたら、三股サルカの下側にステイトと重りを結びます。ステイトは先ほどハリスのフロロカーボン8号に対して4号を結びます。6号ぐらいでもいいかもしれないですね。こちらサルカンの下側に糸を結んで、そして今度は 1.5 メートルくらい糸を取ってスナップに結びます。重りの重さを変える予定がない場合は重りにそのまま直結してしまっても大丈夫です。スナップなどを返さない方が強度は出るんですけれども、そうすると重りの重さを変えたい時に毎回結び直さなきゃいけないので、ある程度強めのスナップを使っておけば大丈夫です。これで仕掛けは完成です。下側にステイトが来て 1.5 メートル先に重りが来ます。真ん中のこのくるくる回る方の針に8号のハリスが来て針が来ます。以上が泳がせ釣りの胴付き仕掛けになります。それでは最後に泳がせ釣り胴付き仕掛けについてメリット、デメリットという点から特徴をご紹介していきたいと思います。まずはじめにメリットですが、狙ったポイントをピンポイントで攻めることができるというのが一つ目のメリットです。先ほどの仕掛けをご覧いただくとお分かりの通り、三股サルカンというのはエレベーター仕掛けのようにハリスが上下に動くということはありません。ですので重りからハリスまでは常に一定の範囲になります。もちろん餌は泳いでいるのである程度の幅はありますが、そこからだいたい何メートルくらいといったピンポイントな深さを攻めることができます。またこちらの重りは餌のアジやイワシが引っ張って泳げない程度に重いものを選んでもらえば、自分が投げ込んだポイント付近を攻めることができます。ですので釣り場が混雑していて餌がフリーになってしまうと絡んでしまうといった場合ですとか、潮通しが良くて深くなっているポイントを見つけてそこを重点的に攻めたいという場合なんかはこちらの胴付き仕掛け良いかなと思います。メリットの2つ目が底付近にいる魚に有効であるというところです。こちらの泳がせ仕掛けでは重りが底になっていて、そこからこちらの胴付き仕掛けについてはそこから何メートルという棚を設定して狙うことができます。例えば浮き釣りとかですと上から何メートルという棚の取り方だったり、エレベーター仕掛けなんかはレンジの幅が広い仕掛けになるんですけれども、胴付き仕掛けについてはそこから何メートルというのをかなりピンポイントに狙うことができるので、根魚とかヒラメみたいにそこにいるような魚にはこちらの仕掛けすごく有効なものになります。一方でデメリットもあります。まずデメリットの一つ目が根掛かりしやすいという点です。こちらは仕掛けを見ていただければなんとなくピンとくるかなと思うんですけれども、そこに常に重りがついている状態になるのですごく根掛かりがしやすい仕掛けになります。なのでステイトという形でどうしても根掛かったものが外せなかった場合はステイトが切れて枝数より上の仕掛けが回収できるといった号数を調整して作っています。そしてデメリットの2つ目が沖の方を狙うのが難しいという点です。こちらの重りなかなか餌は引っ張って泳いでいくことができないので、投げた地点から沖に流すということは難しいです。遠くに投げれば遠くを狙いたいこともないんですけれども、あんまりにも力強く投げてしまうと餌が弱ってしまうので、そんなに全力では投げられないということを考えるとある程度近い範囲を狙うのが現実的かなと思います。ですので足元からもうすでに深くなっている場合ですとか、そんなに水深がなくとも狙った魚が結構近い場所に寄ってくるような時期なんかはこちらの胴付き仕掛けもいいのかななんて思ったりします。以上が胴付き仕掛けの特徴になります。仕掛け自体はすごくシンプルなので、三股サルカンさえ持っていれば釣り場で即興で作ってしまうこともできるので、アジなんかが釣れたからちょっと泳がせしてみようかななんて時は結構使ったりする仕掛けになります。この他の仕掛けについても他の動画で紹介しているので、気になった方はそちらもぜひご覧ください。本日の動画はここまでになります。この動画を見ていいなと思ってくださった方はいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではタコちゃんズでした。ありがとうございました。